6月の祈りという歌をお届けしたいと思いますが、6月23日沖縄は慰霊の日、ちょうど今の季節はデイゴの花が咲いて、まあね、1月桜の花が終わってデイゴの花が咲き始め、そして千段の花が咲いて、梅雨の頃になりますと伊豆の花という花が、また月桃の花もですけれどもね、野山に白い花を咲かせます。伊豆の花やアンチュラサーサツティ、和民伊豆のごとくマシラサカナという沖縄の流歌があります。これは伊豆の花がこんなに真っ白に咲いて美しいですね、私もこの伊豆のようにいつまでも清らかでありたいですという沖縄の流歌なんですけれども、この伊豆の花、6月のこの花が咲いた頃に、思い出すのはあの悲しかった出来事ですね、噴火させてはいけませんねという、そんな思いを込めて、今殿城小学校の校長先生であります、浦崎隆校長が書いた詩で、作詞作曲ですね、お越しいただいてますでしょうか。ありがとうございます後ろの方にいらっしゃいます。本当にこの素敵な曲を、この歌を歌ってみないかということで頂戴して、すごくグッとくるものがあって、で今回の月の道というアルバムの中にぜひこの曲は入れたいなってあのお願いをして、歌わせていただいているんですけれども、本当に平和な今日一日一日が大事な時間、こう105歳で亡くなられた先生が、時間というものはこう命を削っているんだよっていうふうな話をされていました。そうだねと思って、皆さんのね大切な時間を今日近所ひろみライブという、時間に費やしていただいて、大切な時間を共有させていただいて本当に心から感謝いたします。ありがとうございます。では6月の祈りお聞きください。思い出す悲しきこと。
して花が咲き海が見えるこの丘にあなたの名を探しに来ました。島の願い届けます。